I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people, and this is the continuation of Digimon Cyber Sleuth. The last time we were at the hospital. Please enjoy.
どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ、警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？質問を質問で返さないでください。ひょっとしてクレミ？そうですか。いえ、何でもあり。エデン症候群について調べに来たんですね。何か聞きたいことはありますか？質問があれば答えます。誤解しないでください。痛くもない腹を探られたくない。潔白を証明しておきたいだけです。私は神城に世話になっている人間ですから、少しくらいならあなたの疑問に答えられると思います。治った人がいたと聞いたことはありません。私が知っている人で最も長くて8年眠り続けています。でも、きっと大丈夫です。いつか、きっと目を覚まします。待つしかないんです、今は。どうなるって、見ての通りです。エデン症候群の患者は、皆一様に昏睡状態になる。それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人を知っているんですか？ん？この患者ですか？最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。何か気になる点でも？この人、あなたに似てませんか？ひょっとして、そうですか。でも、他人の触りにしては。それは、誤解です、神城も。エデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。なんとかしなきゃいけないんです。私が。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。こんにちは、ケビンさん。お仕事、お疲れ様。あ、リエさん？今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋。リエ、見てるだけでドキドキしてきちゃう。ああ、我慢できない。つ、つ、つ。岸辺様、仕事中ですので。おう、お硬いのね。岸辺義援、海軍のお出ましか。神城の上役が何をしに来たのか気になるが、必要な情報は手に入れた。長いは無用、そこを出なさい。
私の方にも来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて早く。ゆうこちゃん、おげんき？リーさん、今日はどうしたんですか？入室予定者のリストにはなかったと思いますが。ちょっとねえ、大好きなゆうこちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃん先生がビビビッときたのよ。またゆうこちゃんが暗い顔してるんじゃないかなって。ほら辛いでしょ、いろいろ。別に。強がっててもお姉さんには。ところで、このところで何してたのかな。いえ、別に何も。ピクニック的な？あ、はい。あ、いえ、違います。その。ゆうこちゃん、なんか変じゃ。私たちの他に誰かいたりして、ひょっとして彼氏とか。そんなことそれとも彼女さんかしら。ちょっと探してみたりして、あそこの部屋とか、やらしい。ちょっと。ほら、観念して出ていらっしゃい。ゆうこちゃんズラバーさん、このリエお姉さまがゆうこちゃんの保護者として責任を持って手取り足取り腰取り大人の階段をホップステップジャンプ。なんだ、誰もいないじゃない。でも、ゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。あたしなんて、ゆうこちゃんくらいの時には。それじゃ、本命の彼の様子、覗きに行こっか。私たちが揃って顔を見せたら、きっと喜ぶんじゃないかな。はい。あの人、どこへ？
行くぞみんな。自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだな。君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、イレギュラーな被害者なのだろう。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない、慌ててもいけない、急ぎすぎても急がせすぎてもいけない。ただひたすらに粘り強く鉄頭鉄尾堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ、父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか真相を知りたくはないか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件、仕事をこなしていくうちに手がかりをつかめるだろう。安心しなさい、君の素質は私が保証する。ついでに当面の衣食住もね。君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ以上のない適性を示している。期待しているよ。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけて待っていたまえ。コーヒーを入れてこよう。我々の前途を祝して乾杯といこうじゃないか。海ぶどう粒あんコーヒー、私の自信作だ。見かけも芸術的だが、味も方向もまた格別だぞ。では、電脳探偵誕生を祝して、乾杯。